がない状態でクラブを作っていくって、それはちょっと難しいだろうという。資金集めのため地元企業を回る日々、プロのチームとしてやっていくためには J リーグ昇格が絶対条件。スポンサーから与えられた時間は3年でした。楽しいサッカーというわけにはいかなくなりました。集まったのは J リーグを解雇された選手たち。98年ワールドカップに出場した小島選手もその一人でした。県リーグですからね、お金はないけど夢と希望だけは、いっぱいあるチームだよっていうのはね常々言ってましたし。ようやくチームが軌道に乗り始めた2003年1月、大西さんはがんの告知を受けました。勝ち続けなければチームは即解散。がんのことは選手には告げず、病院を抜け出してスタジアムに足を運び続けました。そして期限の3年目、すでにがんは気管に転移。大西さんは出ない声を張り上げたといいます。チーム存続のため目指した J リーグ昇格、気がつけばスタンドには街の人々が溢れていました。去年の春、大役を果たした大西さんが久しぶりに練習場を訪ねた時のことでした。子供がこんなたくさん、財産、さすは草津の財産。それはいつかドイツで見たのと全く同じ光景でした。さよなら。子供たちをこう見てる時の笑顔は印象的でしたね、大西さん ね。やっぱり命が一日一日数えて減っていくわけですよね、はい、今日のトップニュースでやっぱり高専の事件がありましたね、命粗末にしすぎですね。そうです ね。こういう映像を見ながらもう一回やはり多分いろいろ悩んでる若い人いると思うけれども、命大事にしてほしいですね。